っしゃー、フォローに乗って、これは完璧じゃないですか。グリーンのあの左にね、すぐ行けるから。そうなんですよ、それでドラマもあったんで、はいはいはい、あー捕まった。あれはもしかしたら、あ、そうですね、僕ピンチの時調子いいですからね、はい、今日。はい、7ホール目、16番、パー4、409ヤードです、スコアはトータルマッチイブ、残り3つですか。3つ、来ましたよ。わあ、ここさあピン難しい、右の奥っぽいところ。うわ、あんなとこ僕初めて見ました、切ってるの。いや、これすごい多分難しいところですよね。なるほど、ドラマ起きそうかな。うわー、まっすぐ抜けちゃったね。ちょっと左そのまま、バンカーどこですかね。バンカーまでは入れない、手前のラフ、あれ、ちょすいません、ありがとうございます。ナイスキック、ラフ、同じ、同じような場所ですか、同じぐらいのですか。捕まる、お、捕まってる、大丈夫、捕まってる、セーフだと思う。うん、ラフですけど、うん、全然いいとこです、うん、ナイスです、ナイスです。しゃー、フォローになって、これは完璧じゃないですか。おー、ナイス、ナイス、ナイス。ちょっと試練ですね。試練だ、はい。ドライバー開いて立つのはわざとなんですか、あれ。今日捕まってるんで。あー、で変えたん、ずいぶんさっきから左右で打ってるなと思って。すごい。で、普段はちょっとドロー気味で打ちたいんですけど、はいはい、ちょっと今日はもう開いてカットで、ちょうどあれが。で、今のとかもちょっとT高めにして。はい、なるほど、はい。いろいろちょっとやってます。あー、いいとこあります。いいとこある。はい。私はここでしたね。うん、でもナイスです。これがあるからあそこの腕ですよ。これは試練だな。僕らいいとこですけど、これセカンド次第ではすっげえ試練になると思います、はい、あ、本当ですか。はい、あんなところを僕ピンチキ見たことないな。ちょっと怖いですね、うん、立てないですからね。もう何畳かしかないんで、はい、4畳半ぐらいのスペース。うわー、ね、確かに狭い。僕ん家ぐらいですよ。僕ん家ぐらい、うちの玄関ぐらいです。広いなお前。だいぶ広いなお前。6番アイアン TB7 の方です。いやー、ちょっとバンカーが右ですか。あ、バンバンカーバンカーですかね。ナイス、あ、安全に行きました、ね、完璧に行きましたね。ナイス、ナイス、ナイスオン、ありがとうございます。いやー、でもこれ打感がやっぱいいな。でも我々もまあセーフティーに行きたいかなとは思いますけどね。そうですね。何ヤードぐらいの打つイメージで。135ぐらいの。はい、いいと思います。はい、あ、頑張ります。カナさん、ちょっと今のなしで。カナさん、ミスすると僕がナイスショットになるんで。大丈夫です。力入りました今、すいません。ちょっと勝負しよう。お、ピッチングできます。おい、いい感じ。おお、ナイス、よし。よし、よいしょ。いい声出てるね、アンディ。いい声出てるよ。よいしょ、あざす。よし、よし。あれはやばい、やばいっすね。なんとか2パットいきましょう。いきましょう。ちょっとアドレナリンが出すぎて飛びすぎたけど。ちょっと奥だね。まあでも下の段よりはいいと思う。あ、そうです。あ、そうですよ。なんちょっと上からなんか上から目線なんなん。え、アンディ、なんなん上から目線。もう喋んない。そう言うなよ。今年はちゃんとここのこの日のカメラと俺がこう会話しながらやってこうよ。55ぐらい、うん、ほら飛びすぎじゃん。出てますね。出ちゃった。吉井カントリーってあんまり傾斜がなんかこう分かりにくいんだけど、すごいついてんだよね。ここが難しい。下の段
結構フェアウェイもアンジュレーション意外とありますからね。うん、そうだ、もう 見えないんだよね、その大きいアンジュレーションが。あれ、これどっちが打ちます？あ、どっち、ど多分距離から言うと僕らの方が近いかもしれないですけど、どっちどうします？行きましょうか、こちら行きましょうか。ちょっとわからないですけど、はい、行ってみましょう。うわ、早っ。あ、うわ、全然だ。全意外だと上りですね。いや、いや、結構やばい。うわ、全然だ。ここのやっぱ傾斜がかなり、いや、結構ですね。きついですね、これね。今ちょっと打ったかなと思ったのに。いやー、弱い。うわー、いや、でもね。これは難しいですよ。自分だったらほぼほぼまっすぐで打ってきます。わかりました。で、距離だけ合わせて、はい、パーを、そうですね、パーを、まあマッチプレーなんで拾いたいですね。うん、普通に考えたらスラなんですけどね。弱いか。あー、もっといって、スラる。あー、スラだ。素直にスラしてます、ね、スラですね。でも、でもナイスです。はい、ナイスタッチです。すられ、すられ、いや、ナイスタッチ。止まらん、止まらん。そっちですね、でも近いな、ね、結構切れますよね、まだね。まだ切れますね、カップのとこは結構切れるな、うん、うわー、強気で打った、ちょっと強気で打ぎだ。タッチが合ってたら入りそうだな。そうそう、ラインは、あ、強気で打っちゃった。あ、これいい、いい、いい、ナイス。よし、ナイス。ありがとうございます。グッジョブ。ありがとうございます。ナイス。ちょっと待ってください。もうなんか俺目つぶっちゃった。よっしゃ。これ入れないとダメですもんね、パー。まあまあまあ、僕次いるんで。わかりました。はい、気楽に行きましょう。はい、ナイス。よく気楽とか言いながら俺ちょっとビビってました。よし、お疲れ様。ということで、このホールもお互いパー、トータルマッチイーブン。動かないね。8ホール目、パー3、17番170ヤードぐらいですかね。まさかの深野さんがここでクラブを変えると。まあでも、きっちりと出るかもしれないですね。そうですね。さっき結果は良かったですかね。はい、あのフィッティングはもう翼の生えたフォーティンさんのクラブなんで、はい、きっと何かが起こるんじゃないかな。なんかレッドブルみたいな。レッドブル、翼を授かる。ああ、左抜けた。いい感じだけど。ああ、いや、乗ったらでかいよ、これ、うん。いや、ナイス。いや、乗ったよ。ホトゲ、ナイス。来てる、来てる。ホトゲ、ナイス。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 金原さん、アーレンブレード合ってますね。なんかそうです。これね、良さそうです、やっぱ。フィッティングの時はちょっとさすがにまだちょっとまだ発売してなかったんで。でもこれいいですね。うん、ということで3セットぐらい買っていただければ。さすが営業マンだ。すごい。ビーマン営業マンです。ナイスだな、これ。下ろして、もういいよ。もういいよ。近い。うわー、いいよ。押してこい、押してこい。動いてる、動いてる、動いてる。ありがとうございます。ナイス。ありがとうございます。ここ本当に俺思うんだけど、なんかもうここの名前、あのクジラとかどうとかじゃなくて池田純ホールでいいと思うんだよね。だいたいここで片付けられる、俺。じゃあ IX。はい。001。はい。はい。7番で。ちょっと噛んだ。軽い。軽く打ちすぎた。噛んだよ。羽返って戻ってくる。ダメです。すいません。いえいえ。ちょっとだいぶ先っぽに当たりました。ちょっとやっぱ軽いでしょう。シャフトがやっぱ。そうですね。はい、8番でいきます。はい、おー、いい。おー、いい。飛んで、飛んで、これ下入っちゃったよ、今。おー、すごい。いいやつ。ナイス。やられた。これはすごい。下の下だよ。いいよ。来たよ。
来たよ。なんか僕もう一人だけ盛り上がってて、向こうもうクラブの話してます。もう忘れてます。忘れられてる。そういうもん。はい。そういうもんだよね。なんかちょっとビジネスっぽい話。ビジネスっぽい話だね。うん、そうだね。まあそういうのね、一人で浮かれちゃダメだね。ここいつも本当に池田さんに負けるホールなんですよ。だからいつも18番になんか2人でハーフでなんかマッチプレーやらせていただくんですけど、池田さんと大体17で終わるんですよ。で18が遊びホールって言ってもうグダグダな撮影になるんですよ。珍しく僕行きました、ね、いや今日素晴らしいですよこれ。いや本当綺麗だな。あとやっぱ夕方とかだと影がすごく出るから、確かに確かに、ゴルフ場も綺麗ですよ ね雰囲気出ますよね、はい、こっちが先かな。そうですね、立つと向こうの、これ一生懸命見てるわけじゃないよ、影が邪魔になるからしゃがんでたけどね、こいつら必死だなと思われたらね、おい出すね。うわー、大変だった。そんな切れないです、切れないです。あー、うわぁ、あーこれはちょっと切れた、微妙だ。ここはフックだと思います僕は。あ、本当ですか。ここフック入ってくると思います。強くいけるんだったらほぼほぼまっすぐでいいと思います、はい、ほぼほぼまっすぐで、はい、打ててない、はいはいはい、やっぱ最初フック入りましたね、はいはいはい、ありましたね、よく打った。うわー、おー、クナが強かった。ナイスパーですね。でもありがとうございます。ナイス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 パー。8ホール目もお互いパーということでマッチイーブン。そして最終ホールです。はい、じゃあ最終ホール、18番パー5、555ヤードです。とうとう来ましたね、最終ホール来ましたね。僕、はい、もっとその前にやられちゃうかなって自分では今日の俺の調子ダメだなと思ってたんですけど、逆ですよ、逆です、こっちがすぐにやられちゃうからそう、もう終わっちゃういい球だ、うん、ナイスショットだ。バンカーまで届かないと思うけど、アゲンスト強いから、うん、すいません。いやいや、うわー、これはいい、ありがとうございます。これはいい、エンジンかけてきたな。さあ、カナさん頑張りましょう。はい、はい、頑張りましょう。最後残り1つ、はい、ナイスショット、ナイスショット、完璧、このフェアウェイ、フェアウェイ、手真ん中、もうこれはもう僕は距離求めた方がいいですよね。お願いします。ナイスショー、ナイスショー、バンカー、よし。池田さんのあれ飛んでるんでだいぶ、でもセカンド狙えるか、いやこのアゲンストちょっと厳しいと思うんですよね。グリーンのあの左にね、すぐ池あるから。そうなんですよ、それでドラマもあったんで、なかなか打てないですよね。そうなんですよ、うわ全然距離が違う、全然池見えねえしこれ。そうなんですよ、で気づかないで左側打っちゃう方多いんで。ブリヂストンです。はい、私でございます。はい、決めちゃって、いやいいっす、はい、あっち全然あっちです。そっちですね、じゃあまあこっちで行きますか。やばいよ、池田さんエンジンかけてきたよ多分。やばい、うん、ダフりました。ちょっとライが悪かったですかね。ごめんなさい。いえいえいえ。15度でいきます。ナイスショー。ナイスショー。完璧。うわ、ば。うわ、すげえ球。左。ああ、落ちてきた。すごい、え、社員の方あの辺に置いてますよ。いつも通りです。うわ、すごい、社員の人多分立ててこうやってこうポッてやったんじゃない、コーンって当てる。よっしゃ、池田さん池入ったんじゃないですか。いや、大丈夫、大丈夫。ありがとうございます。ゲロンディってなんか名前の由来みたいなのあるんですか。あのね、ゲットロンゲストドライブっていう名前を
こうつなげて、はい、作ったんですよね。めちゃめちゃ飛びそうな、はい、そうですね。創業者が20年ぐらい前ですかね、はい、に最初 あのドライバーを出して、そこからずっとこう作り続けて。ああそうなんですね、はい、こんな感じでございます、はい、あれクジラが、はい、あ、これ、あ、そうそうそう、これですかね。まあ、ピン奥ですけど120ぐらい打つイメージでいいですかね。はい、あー捕まった。あう。ピンチですから燃えるところで攻めたいですよね、はい、あそうですね、僕ピンチの時調子いいですからね、はい、やっちゃったよ。いや、いいんじゃないですか。ナイスミスじゃないの。あー、止まって。これ止まんないよ。あれは、もしかしたら。ここに来て、ここに来てそれはないでしょう。めっちゃ笑ってます。もう見れないもん。めっちゃ笑ってます。あー、わー、下行っちゃった今。めちゃでもいい方向行ってますよ。めっちゃ下行っちゃった今。ああ、でもセーフティー。ああ、ちょうど降ったよ。私も5-2です。ああ、いい。いい。これはいいよ。これはいい。これはいい。おい、ナイスオン。ありがとうございます。うわ、近づいてる。ありがとうございます。いや、もう絶対この、このホールエンジン変えてますよね。そうだね。YouTube 慣れしてきたというかさ、構成考えてるよね。素人じゃねえぞ。もう構成入ってた。裏回し始めました。そうだね。多分そういうことだと思う。お二人ともナイスオンです。ありがとうございます。僕らナイスインです。勝負です。ナイスインです。だからもしかして打てるならウォーターショット打てるかな。この極寒の中。見せようかなと。なるほど。そこちょっとお任せしますね。あのその時は僕だけ入ります。ウォーターショット。やっちゃいけない、やっちゃいけないって言うと自分が行くんだよね、こういうのって。さあ、あれ打てんじゃね、これ打てんじゃね、これこれ打てんじゃね、これ打てんじゃね、これこうやって打つんだ。打てるかい。チップインしかないっすか。ないっすね。ないっすね。あーでも惜しい。あーでもナイスです。ナイス。いやもうこれ突っ込むしかない。うまい。はい。で、惜しい。惜しい。惜しい。ナイスライ。ナイス。いやー入ったと思った今。いやね、もう確かにスライスあったね。でも基本フックっすよね。基本フックだと思います。スムさん、こっち側に打つっていう手もあるんですけど、大丈夫ですか。ああ、そういうね、取れたから大丈夫だよね。もう、あの、どっちかというと、早く終われぐらいな、リアクション出してるんで、とどめ刺しちゃってください。あ、マックス方で。ああ、うん、まあ、そこで、その辺に置いてください。いや、そのまま打ってほしかったな。そのまま打ってほしかったな。ペナルティーとかよろそうだと、危ねえ。危ねえ。ああ、ちょっと引っ掛けた、今。あー引っ掛けた、ちょっと引っ掛けた、ちょっと引っ掛けた今。ちょっと OK 出すと終わっちゃうんで、一応マークしといてもらっていいですか。そうしないともうこれ池田さん打つ打つ打つ、もうパーですもんね、これ OK が出たら。来たよこれ、来たよ、入れて、来たよ、入れて、オッケーです。オッケー、ナイスパー。ありがとうございます。ナイスパー。ありがとうございます。よし、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。スコアの方は、ワンダップ。ワンダップ。はい。はい。ワンダップ、はい、で、真田さん、池田さんチームの勝ちです。ありがとうございます。いや、でも、頑張りましたよね。頑張りました。はい。頑張りました。いや、面白かったです。すごい面白かったです。いや、本当に面白かった。一ホール目良かったですけど、徐々になんかお二人がこう、来てる感じがあったんで。もっと途中で終わっちゃうからね。確かに、確かに、ちょっと不安だった。最初の一ホール目考えると、お、ワンチャンあるかなと思って、はいはい、で、まあ、あの今日新しい14さんの RM ブレード、うんうん、打っていただきましたけど、どうでしたか。
いや非常に良かったですね、はい、あの久しぶりなんか今ちょっと難しいのを使ってたので、うん、いろいろなものを今日供養もありますし、はい、あと打感がいいし、うん、飛ぶという意味では本当に良かったですね、はい、発売はもうちょいですよね。そうですね、はい、はい、また腕の問題がね。そうですね、はい、腕の問題。私も一回、はい、あのショートで IX001、はい、あの時にやっぱりシャフトのその重さ、うん、っていうのもやっぱ大事なんだなっていうのは逆に分かったので、うん、あれですか、はい、あの川野さんのフィッティングした時はシャフトと違うシャフトですよね、はい、もっと重シャフトをフィッティングの時は使われてたんで、はい、作戦ですよあれ多分。あ、本当ですか。いやでも私が使わせてくださいって言ってた自分で言ってた。すいませんこうやってあの来ていただいて一緒に回って吉井カントリーさんで回らせてもらって、うん、いいですね。いいですね。こういうの今年どんどんやって、そうですね、あのいろいろなこう、はい、14の輪みたいなの、うん、広げていけたらいいですよね、はい、あとまたトライアゲイン。トライアゲイン、はい、もうトライですかね我々が挑戦者でまたぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。では今日はありがとうございました。ありがとうございました。